大秘宝ですね。ついに。いやー、痛くないなー。うわー、やっぱ、こう、口に出すってなると一個ハードルあるなー。うーん。まあ皆さんもご存知かと思うんですけれども、まあ AKB48、まあチーム4の、岡田里奈さんが卒業発表しました。 8月23日、水曜日の劇場公演、牧体公演で、発表しましたいやー、きついなー。うーん。ますかなー。まあ、まさかっていう気持ちと、こう、まあ、やっぱりかっていう気持ちと、まあ、半々ぐらいで、ですよね、白年がロキちゃんです。うーん。 まあそうなんだよ。まあ前回のラジオでもあれだけど。うーん。推しでね。レッスンもらったんだけどなレッスンもらって目あったんだけどなお岡り里ちゃんと。うん。卒業発表ということで。今日の劇場公演で。あ、ちょっと同じこと言ってるないや、そう。で、それを Twitter で知って。 後に、うち帰ってきて、こうやって、撮ってますと。うん。こう、僕はもうね、その岡田里奈ちゃんのこの愛をツイッターで、うん、誰からもいいね押されない、誰からもいいね押されないツイッターでこう、まあ、言ってましたけれども。まあ、なんて言うんだろうな、その、まあ、やっぱりかっていう気持ちと、寂しい気持ち半々っていうのは、ね、噂が割と流れてた。流れてたっていうか、まあ、あれは運営が良くない噂じゃないし、 なんて言うんだろうな、その、ね、全、えー、っと、今回はね、63枚目 ?62 枚目のシングルの、えっと、で、復活しましたと。握手会がついに、ついに握手会が復活して。で、それの、ね、握手会券付き、握手券付きオフィシャルショップ版の、えっと、CD の受付が開始してますよと。ね、抽選受付開始してますよっていう中で、えー、湯本もとあみちゃん、山部べあゆみちゃん、 えー、岡田里奈さん。この3名については、スケジュール調整中ですので、日程確定次第ご連絡いたします。という案内で、だったんですよね。そう、そういう案内が、になってて、まあ僕らファンは、うんうんうんんんん、もしやっていう感じになってたんですよね、本当に。もしかしたら山部あゆちゃん、湯本あみちゃん、 岡田玲奈ちゃんの卒業がもうすでに決まってて、で、握手会の日程もそれに沿ってこう、公表されるのかなっていう感じで。で、まあもちろん、ね、メンバー変なのはもちろん寂しいことであって、岡田玲奈ちゃんだけじゃありませんよ。卒業発表にこう一喜一遊、一期はないな。こう何度も何度もこう一遊してる自分がいるのもまた真実で。で、その中で、 ごめんばんで SNS を見、ね、見てたとき、ゆもとあみちゃんが、あのー、まあ、僕の一個上だよね、年は。ゆもとあみちゃんが、ツイッターの方で、まあ握手会の受付、あの、仕事の調整中ですので、えっと、もう少しお待ちくださいっていうのを言ってて、あ、まだ卒業しんのか。まだ卒業しないのか。早よかったっていう、期待を、持ったのはつかの間。 まあ、それも先日ですよね。ゆもとあみちゃんの卒業が発表されたもつい先日で。で、昨日、山部あゆちゃんの、昨日8月22日に山部あゆちゃんの、えー、っと、あゆちゃんの卒業が発表されて。で、まあネットもざわついてましたね。じゃあ今日はと。明日は僕隊公演あるから、じゃあやっぱ次はオカリナの卒業発表されるんだ。うーん、その通りになってんだよ。いやー、きついですねー。 これはね、正直立ち直れるか立ち直れないか、微妙です。まあ、ただ、卒業公演が10月30日 ?31 日ですっていうのは公表されてて。どうだろうな、握手会あんのかなもう、まあ、あったら行かないわけにはいかない。何としても行かなきゃいけないんで、そしたら握手会は。いや、そうだ、やばいな。ライブ入るかもしんないのか 下手したら。てか入ってんのかライブが。これやばいな。どうし、どうしたもんかなうーん。まあライブよりも優先すべきだよな、そりゃ。ライブよりも優先すべきだよね。日程どんなんだろう見れないかちょっと今見れないか。録画してるか、録音してるか。うーん、でも絶対行きます。ね、あの、 まあ、なんていうの金見貢るって感覚じゃないというか、僕が楽しむために握手会に行ってたわけなんで、それがこうやって、ね、終わりっていうものが見えてくると、まあ現金ですよね。やっぱ、ね、ガッとこう出したくなるというか、うん、握手会あんのかないやね、僕が岡田里奈さんと出会った、出会ったっていうか多分まあ、それはずっと知ってて、 あ,あ、可いい子いるな、ぐらいですよ。でな、やっぱあれか、武道館コンサートか。去年の武道館コンサートで、岡田里奈さんを見たときに、うわ、なんだとこのパフォーマンス激化は髪の毛激化はメンバーは、という風に思ったのが、最初でそっから追っかけるようになった気しますね。ほいでやっぱり、あの、うん、前回の、 えー、ピアーリーナ MM での公演の時の鬼滅、披露の大騒ぎ天国。まあ、髪型ずっと可愛かったけど、もうあれの衣装と髪型バッチ可愛くて。いや、もうそっか、まあだから短いか。それ5月ぐらいだろう、う多分。違うかな、5月ぐらいだよな、あれ。違うか、10月とかか。違う、違う、わかんなくなってきた。ああ、全然わかんなくなってきた。 いやとにかく、いやさいここ1年ぐらいの推しがついに。いやそうなんですよ。そっから SNS もかけ始めて。うん、すごい短い期間ではあったんですけれど、こう、応援させていただいて。まあ、大秘宝ですよね。どうすんだろうやめんのかな芸能界は。いや、これもね、僕結構、まあ、アイドル応援してきて。まあ、いろんな変遷があるんですよ。 最初に応援し始めたのは、個人で応援し始めた。そう。AKB のオールナイトニッポンを一番最初に聞いてね。浪人の時に。5年前 ?6 年前とかか。そっから、あ、意外とアイドルのラジオはおもろいなっていうので聞き始めて。で、そっから多分、その昔はね、えー、水曜日の一部にオールナイトニッポン1時3時やってて、その後の4時台で、えー、のぎずか46、新内前のオールナイトニッポンゼロをやってたのか。 で、新内舞さんにすごいハマっちゃって、握手会も行ったんだったかな乃野木坂の行った気すんだよなでも覚えてないな行ったかいや、どうだろうな微妙だな全前役とか行ってたような気するなで、怖く、いや、わからんなで、それで、で、えー、ちゃんと押したのがその後が、欅ヤキ46の当時、佐藤しおりちゃんか。握手会は、でも、4枚ぐらいしか行ってないじゃないかなぁ。4枚、怖く4枚分ぐらいしか。 なんか意外と喋んのむずくてうんしゃべるのむずいっていうかまあ俺が絶対悪いんですけど、まあ、あんま会話弾まなくて楽しくなくて緊張しただけして嫌だなあの外から見ただけでいいやって思ったんだなそういえばほいでほいで日向坂かあまあその間もちろん AKB はずっと好きで AKB でいうと高橋樹里さん小島真子さん武藤トムさんかで武藤トムさんはやっぱ長いでねしばらくして その、お二人は、えっと、卒業してしまったんで、小島桃子さんと高橋ゆりさんは。あと、武藤トムさん応援し始めて、いや、長かったね。そう、でも、去年の武道館コンサートで卒業発表に立ち会えたのは、すごい良かったな、武藤トムさんの、あの時には。卒業公演も行ったし。ほいで、さっきもすごい好き、あ、さっきはな、オンライン役者会行ったんだ、オンライン、ミートグリート行ったんだよな、オンラインお話し会か。うーん、で、 今、岡田里奈さんには落ち着いてるという。落ち着いてるって言い方変だけど。あじゃあ、今卒業発表しないメンバーで誰だって言われたらないんだよな。うん。箱推しってことでこれからも応援できるかどうか、これはもう自分の心に聞くしかないっすよね。うん。まあ、だから、ね、そういう SNS とかでこう、言われてたから、覚悟してた反面、 それはね、その、なんていうの木々っていうのが目の前に顕在化した時に、ね、えっと、毅然と振る舞えるかどうかっていうのはまた話違いますよね。なんとも絶妙なところですよね、本当に。いやー、ショックだなー岡田里奈さんが卒業。うーん、なんでもなーいやー、立ち上がれないなー これ僕、学生で明日バイトしかないんだったら行ってないかもしんないですね。<laughs> 全然行ってないの、バイトなんか。<laughs> でも立ち上がんなきゃいけないからな。そんなん別にさ。こっちふんの話なんか、関係ないだろうしね。<laughs> うん、やっぱ、僕らはやっぱ手のいいお客ですよ。ほんとに。それは十分とこう理解した上で、なんて言うんだろうな。 またこうさ、明日歩くための糧にこっちもさせて移動さ、利用させてもらってますよっていう、そういう関係なんじゃないかなって思うけど、うん、どうだろう。いやー、きついねー。でも立ち直ってね、別に生きていくしかないし、俺も今までそ,そうしてきたはずだからな。小島真子の時も、まっこ人の時も、樹里さんの時も、 うん、さっきの時だって、トムさんの時だって。ただ多分な卒業コンサートとかは多分というか絶対ないだろうし、卒業公演も当たんないしね。で、その卒業発表の場にも立ち会えなかったし、まあやっぱこう、虚しいよな最後ラストコンは出るんだよね。時期もあれだし。うん、それで、目に焼きつけるしかないか。 武道館頼むあの上席。あのー、こ二階席でから端の方、あの前の方に、させてほしいなぁ。一階の祭典なんて言ったら最高だけど。うーん。でもまあ僕らは、本当に見てるしかないからなぁ。岡田里奈さんの、これからを。いや、めっちゃ短かったなんかなぁ。頑張ってこれでお笑いも頑張ってとかってやりたかったんだけど。 そうはならなかったね、先に。リードさんのほが卒業か、寂しいな。うーん。推しが卒業してくっていう、そういう事態に直面して、果たして僕は、オタクたちは立ち直れるのかと。なんか手の優いリストラっても言われてんのか、今。<laughs> まあな、ちょっと明らかだよな。あからさまよな。明らかに、うーん。 まあ人気なんてどうでもいいけどさ、応援してる身からすると。人気こう下の方から、き、卒業してってる感じが、あるよねそれは本当に。今年入って28人目とか。すごいね、28人目って。100人もいないでしょ ?70 人ぐらいでしょ ?3 分の1いないってこと ?3 分の1以上今年卒業してるってこと そっかー形も変わってくってことか俺応援できるかなこれからの AKB。どうなんだろうあなんか今日もね、まあが、大学行ってからライブだったんですよ。でもしかしたらそうかもしれないっていうのをさがずっとあったから、なんかね、もうそれ考えられない。 こと、考えられないっていうのはちょっともう無理よね。こっちのメンタリティからすると。だから今日は、ちょっとこの前のチーム4ラスコンの時の T シャツ着て <laughs>、一日中新宿カッポしたり、大学の中カッポしたりしてたんで。まあこれがせめてもな何て言うんだろうなもちろんね、誰に届くとかじゃなくて自分のけじめうんぬの話だけど、まあこれが、この思いがお田りなさんに届いてたらなと思って。あーもう一回だけ連想しいよう レッスン欲しいアクシカ行きたい行けるよなあ10月ああ。めっちゃ行きたいああ。しょうがないですね。やっぱ駅んなんで、アイドルも。いやごめんなさいね取り留めのない話ばっかりして。 まあこれ聞いてる多くの、まあいるのか分かんないけど、これ聞いてる多くの人からしたら、関係のない世界の話かもしれないけど、まあこれは僕にとっては非常に、でかいもので。やっぱね、一日の疲れをどうやって癒すかって言ったら、こう、寝床で、チェックする推しの SNS だったりしますよね。もちろんその日の推しじゃな、じゃなくてもよくて。その過去の推しの写真をただただ見てるとか。いや、それでもいいのよ。それでもいいのに。 まあ変わっていくってことなんかな ?AKB が、形が。いや、それこそさ、変わっていくってさ、まあ論点として難しくて、変化しないものがあっての変わっていく、じゃん。それは進化っていう意味での。でもこんだけガラッと変えてさ、吉田カレンさん言ってたよな。本当はもっと AKB た対って、やっぱそういうことなんだろうなと思って、そういう状態でメンバーを放出するっていうことが、 今までの AKB に対してどれだけ違うことなのかっていう。それを果たして AKB なのか劇場コンサートのない AK、劇場公演の、チーム制の劇場公演のない AKB が果たして本当に AKB と言えるのかっていうさ、そこに戻ってくんじゃないかなって本当に思うわけよ。で、俺は正直、た、楽しみだったよ。それはそれで。劇場公演がチームのくくりでやられない、例えば同世代とか、かこういうユニットでやるんだっていうくくりで、 やるかもしれないっていうのワクワクして、じゃあ岡田稲さんってどういうくくりでコンサー、劇場公演出るんだろうってすっごい楽しみだったんです。それはそれで。でももうそれも見れないわけでしょ。うー辛いねーこれあと何回味わえばいいんだって話よ。押す限り。ちょっと喋りたいだけでしたね、今日の僕は。 いやー、ちょっと。ちょっと、今から撤回してくれないそんな人いないんだよな。今から撤回してくださいって言うけど、そんな人今までいないんだよ。前でなっちゃん、大島ゆうこさんも卒業してった。今さらな、岡田里奈さんがそんなこと、するわけできるわけないもんね。ロキちゃん立ち上がります。 この悲しみを乗り越えて、行くしかないもんなぁ、本当に。うわぁ、えぐいって、俺、大丈夫かないや、もっと見たかった、岡田里奈さんが成長していくほど、行くとこ、ドラさんでしょ加入5、6年目はぁ、あ。まあ、そうは言っても、今日卒業するわけじゃないんで。何か不祥事があって、今日卒業するわけじゃない。明日もいるし、明後日もいる、とりあえずは。 10月の29日だっている30日、31日に卒業するわけだから、まあ、その日に向かって、ね。劇場公演もどうせいけないだろうし、もちろん投げますよ。投げるけどいけないだろうし。でも、でも、前向きな気持ちで、ガッて送り出して、送り出せるように、ポジティブなメンタルになりたい。ですね。 最後の最後まで。なんで皆さんもぜひ、岡田り奈さん。これスライドショーで岡田り奈さんの写真しか、あの、貼ってないんで。これだけでも見て、ぜひめっちゃ可愛いって。可愛いし、そう、見てほしい YouTube とか普通にあるんだよね。その切り抜きとかでさ、ショールームのすげえ面白いやつあったりして。私なんて空気だからって言ってるのとか、なかなか今までそういう人いなかったから面白いっすよね。そうなんですよ。岡田りなさんの魅力が少しでも多くの人に伝わればいいと思って。 やばいなぁ。このラジオ、スタートダッシュ2回。まあまあ本当はもう1回分撮っちゃってるんですけど。うん、2回でできる話しかしないなぁ。まあそういうラジオだと思ってください。まあここまいている方がいるかどうかわかりませんが。いや、ちょっと皆さん、あの前向いていきましょう。あの岡田姉さんの卒業、すごい悲しいことですけれども、僕ら前向いて、じゃないと岡田里奈さんも結構、あの、結局報われないと思うんで、僕らで岡田姉さんをポジティブに送り出してあげる。その岡田姉さんのその先の人生が最高であるように。ね、皆さん、下向いてないで、前向いていきましょう。 ね。僕もちょっとずつ前向いていけるようにするんで。じゃあ皆さんまた。またこのラジオでお会いしましょう。岡田里皆さん卒業発表お疲れ様です。ね、これからあと2ヶ月、あもう死ぬ気で応援するんで、ついてきます、どこまでも。ぜひよろしくお願いします、2ヶ月。じゃあね、バイヤー岡田里さんに届いてるといいな